どうもです。皆さんこんにちは、こんばんは。今回はモンスターハンターワールドの新しく追加された歴戦王ヴァルハザクの装備の紹介をやっていこうと思います。それではまず早速作り方なんですけれども、作り方は前回の歴戦王キリンの時と同じように、歴戦王のヴァルハザクのイベントクエストをクリアすると専用のチケットがもらえますので、それを集めて作成していくといった形となっています。で、素材作成に必要な素材に関しても歴戦王キリンの時と同じようにチケット1枚と、それプラス各防具ごとに必要な素材、ヴァルハザクの素材を使って作成していくといった感じとなっています。で、全体的な見た目は今画面の左手に出ているような感じです。この今胸のあたりや足のあたりと、あと腕のあたりに光っている青色に光っている部分があるんですけれども、ここの部分が、色は変えられるようになっています。青色なら今青色にちょっと光っているんですけれども、白に変えたら白に光ったりと、そういった感じになっています。それでは各部位ごとの防具の紹介を次はやっていこうかなと思います。まずはでは頭のところからの紹介です。ウルズヘルムガンマ、防御力はレベル1の状態で72、スロットはレベル3のスロットが1つ、そして、属性耐性なんですけれども、火耐性がマイナス4、水耐性が4、雷耐性が1、氷耐性がマイナス1で、竜耐性がマイナス3。装備のスキルに関しては体力回復量アップがレベル2と、竜属性攻撃強化がレベル1となっています。で、先ほどずらっと防御力から、耐性について、ずらっとこう表示されている部分を読んだんですけれども、非耐性とかの属性耐性については、全部同じなので、銅からはそこはカットしていこうかなと思います。では次は銅なんですけれども、銅はウルズメイルガンマ、レベル1の状態で防御力が72、スロットはレベル3のスロットが1つとなっています。属性耐性は頭のところと、全く変わっていません。そして、装備スキルは、フルチャージがレベル1と体力回復量アップがレベル1です。そして、腕です。腕はウルズアームガンマ、レベル1の状態で防御力は72、スロットはレベル3のスロットが1つとレベル2のスロットが1つとなっています。属性耐性は、銅と頭のところと全く同じです。そして装備スキルは竜属性攻撃強化レベル3となっています。続いて腰、腰はウルズコイルガンマ、防御力はレベル1の状態で72、スロットはレベル2のスロットが1つとレベル1スロットが2つついています。装備のスキルは回復速度レベル2と竜属性攻撃強化レベル1がついています。そして足は、ウルズグリームガンマ、スロットはレベル3のスロットが1つとレベル1スロットが1つとなっています。装備のスキルはフルチャージレベル1と回復速度レベル1となっています。はい、続いては装飾品の紹介です。装飾品のスロットは先ほどの各部位ごとのところでも紹介したんですが、ちょっと分かりにくいと思うので、こちらの一覧でもう一回紹介しようかなと思います。まず頭のところがレベル3のスロットが1つ、胴のところがレベル3スロットが1つ、そして腕のところがレベル3スロット1つとレベル2スロットが1つとなっています。腰のところはレベル2スロットが1つとレベル1スロットが2つついています。足のところはレベル3のスロットが1つとレベル1のスロットが1つとなっています。ということなんです、スロットに関しては歴戦王キリンの装備と同じようにめちゃくちゃ充実していますね。で、今5隻は装備していないんですけれども、その5隻を装備していない状態と装飾品もつけていない防具のみの状態では、装備スキル全身のスキルは今画面の右側に表示されている通りとなっています。竜属性攻撃強化レベル5、体力回復量アップレベル3、回復速度レベル3、そしてフルチャージのレベル2となっています。そして、シリーズスキルの四刀流の名脈が発動しています。超回復力ですね、体力の自動回復がゲージの最大値まで継続するといったスキルが発動しています。はい、それでは先ほどの装飾品のスロットのところに装飾品をつけてきました。これは今僕が持っている装飾品で、スキルがきっちりとなるような感じで、使ってみた装備となっていますので、参考の一つとして見てください。で、装飾品もつけたんですけれども、今5隻のところには耳栓の5隻の最大強化したものも装備しています。なので、それと合わせてみてください。ということで、まず頭と胴のところから、頭と胴のレベル3スロット2つのところに耳栓の弾を2つ装備しています。で、5隻のところにも耳栓の5隻を装備しているので、これで耳栓レベル5を発動させています。
そして腕のところ、腕のところレベル3スロットとレベル2のスロット、ここに通撃時を2つ装備しています。合わせて腰のところのレベル2のスロットのところに弱点特攻の通撃時を装備して弱点特攻レベル3を発動させています。そして、腰のレベル2スロット2つと足のレベル1あスロごめんなさい間違えました腰のところの、レベル1スロット2つと足のレベル1スロットと合わせて3つのところに、体力増強の装飾品をつけています。そして最後、足のところのレベル3スロットここにフルチャージの装飾品をつけています。防具のみだとフルチャージはレベル2までの発動となっているのでこれでフルチャージがレベル3に上がっています。この状態での全身スキルは、もう一回改めて紹介しますと四刀流の名脈と通常のスキルでは耳栓のレベル5と竜属性攻撃強化レベル5体力増強レベル3体力回復量アップレベル3と回復速度レベル3弱点特攻のレベル3とフルチャージのレベル3といった感じになっています。今回は耳栓のレベル5を5石と合わせて発動させているんですがもし匠の5石、間違えました匠の装飾品を2つ持っている場合はレベル3のスロットがここに2つ空きますので、匠の5石と合わせていけば匠スキルレベル5も発動させることが一応できますが、僕は匠の5石、装飾品を1個も持ってないので、今回は耳栓のスキルを発動させていますので、竜属性攻撃強化もついているということなんで今回武器のところではラースプレデターを装備しているんですけれどももともと防具のみで竜属性攻撃強化のスキルが発動するんで竜属性の武器と相性のいい装備となっているので、ただ切れ味のスキルとかをつけてない場合は、やっぱり例えばネルギガンテの双剣とかが相性がいいのかなと思います。今回はラースプレデターを装備しています。この武器には僕は今カスタム強化で回復能力付与もつけているので、せっかくのフルチャージプラス体力回復量アップのスキルもついており、回復速度などの、体力系のスキルが充実しているのでそれと合わせて、カスタム強化のところで回復能力付与をつけたラースプレデターを装備しています。今回のこのウルズガンマシリーズにもついている体力回復量アップのスキルはカスタム強化でつく体力回復付与の能力のやつにも反映されるので回復系の装備と非常に相性が良い装備となっています。今回の装備はスキルに竜属性攻撃強化のスキルがついている点と切れ味系の匠や技物のスキルが発動していないところからやっぱり武器はネルギガンテの武器に相性がいいかなと個人的には思います。また武器のカスタム強化で回復能力をつけておけば生存能力もぐんと上がっていくので今回の装備はかなり強い装備だと思います。攻撃面に関してはフルチャージや弱点特攻を装飾品でつけてしまえば回心も発生させつつフルチャージで攻撃力と回心率も上がってダメージもある程度期待もしていきますし生存面では体力増強などのスキルやもともとついている体力回復量アップと回復速度アップとシリーズバラ作の防具のシリーズスキルなどもあるので生存面もかなり強いのでマルチとかでも安心して戦えそうな装備ですよね。今回はこの装備、先ほどのスキル構成の装備を作った状態で、試し切りとして歴戦ではないんですけれども通常のバルハサクと、戦闘をやってみたところ、初期のダメージとかも、食らえているんですけれどもそれに合わせて、体力回復の、スキルによる体力回復の方が、早いので、全く体力が減ることなく戦うことができました。でもし仮に被弾したとしても武器のところにカスタム強化で回復能力もつけておけば一気に体力も回復していくので、まあ、いわゆる、ね、こういったゾンビ装備っていうのはもうすでに奇術かもしれないですけれども今まで僕はあまりこういった回復系の装備は使ってきてなかったのでもしね自分と同じようにこういったゾンビ装備はあまり使ってこなかったっていう方はこれを機にウルズのガンマシリーズ使ってゾンビ装備を使ってみるのもありかなと思います。自分もね初めてこういった回復系の装備使ってみてめちゃくちゃ強いなって改めて思わされましたので、これからちょっともっとね回復系の装備もどんどん使ってみようかなと思います。
はい、それでは最後におまけになるんですけれども、今回の歴戦をバルハザクの配信と同時に、重ね着装備のデスギアシリーズも配信されました。こちらも、前回のブロッサム系と同じようにバルハザク、歴戦をバルハザクを倒して手に入るチケットを2枚用意して納品することによって入手することができます。色も変えられるんですが、色を変えられる部分はこんな感じとなっています。以上で今回の紹介動画は終わりです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。次はウルズのこのガンマシリーズ使って、他の防具との組み合わせたセット装備を、作れないかまたやってみようと思いますので、そちらの動画もアップした際はよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。